今期互いに苦しい状況が続く京都大と同志社大の対決。絶対に落とせないこのゲーム、序盤はともにディフェンスが光り守り合いの展開となります。しかし同志社大がパントのミスで自ら陣地を悪くすると、前半終了間際から京都大が要所でパスを決め前進。最後はキャプテン佐々木がタッチダウンパスを決め先制に成功します。後半も勢いに乗る京都大がクォーターバック田中のパスで前進。相手の反則でチャンスを作るとキッカー滑川のフィールドゴールで追加点、リードを広げます。対する同志社大、リターンからリズムを作ろうとしますが、勝負どころでファンブルロスト、反撃の糸口がつかめません。その後の攻撃も京都大の守備に阻まれ悔いの残る完封負け。京都大は着実に追加点を挙げ快勝。大事な後半戦に向けて弾みをつけました。